パート4です。シュレーディンガー方程式を導出してみよう。いよいよ、i とか e とか h バーとか、なんかそれっぽい記号が出てきたところまで、なんとかたどり着きました。高橋さん、お願いします。サムネは、15枚目のスライドですね。はい。はい。で、今、なんか、変微分したらよくわからない変数が前に出てきたっていうところまでやりましたけど、そうです。実はもうこれで半分実はほとんどできててですね、この、右辺の方の係数をエネルギーの E だけにしたいので、これで作為で IH バーを両辺にかけちゃいます。で、H バーはまあ分母払うような感じと、あとこの I かけると、マイナス I と i かけるもんで、マイナス1あ、そうだのね。マイナス、これ1になっちゃうんで、その青で囲った式の ih バーかけるラウンドファイのラウンド t イコール e のファイ xt というこの謎めいた式、その半分できたって感じなんですよね。でもここれれ、非常にすっきりした感じはしますけどね。ね、すっきりした感じになりましたね。これ、この ψxt っていう関数に、まあ、波動関数になっていくものに、この ih バーのラウンド t っていう微分演算子でしたね、を作用させると、関数の形は変わらないけど、エネルギーが出現するっていうのが不思議な。まあ、なんかこういう関数があるのかなっていうのを出すっていうのは、まあ、次の話になるんですけど、こうなんか作用させたら、ポンと分かりやすいものが出てきて、関数の形は変わらない。一つの、まあ、この量子力学の中で出てくる一つの流れなんですね。まあ、先生とそテクのニックというかね。テクニックというか、お話しした時もそういうのが出た、固有値とかいう話が出たと思うんですけど、まあ、その辺につながっていく形に寄せてってるわけなんですよ。で、ここまで来ると、もう、あとは次は何をやるかっていうと、同じ、もう一個の P と X の項についても同じようなことをやっちゃうっていうのが、次の16番以降の式になります。で、冒頭、これは最初のこんなんじゃないのかなみたいな式の、もう一回書けてるんですが、今、時間とエネルギーに対してやったのと同じことをですね、この運動量 P と X に注目してやっていこうと。で、エネルギーのもう一つの表し方が、運動量を使うと 2m 分の p 次乗っていう表現がありましたから、これを念頭にですね、これ、x のところの係数に p っていうのがあるから、先ほどやったやつで、微分するとこの x にかかってる差が前にポンポンって順次出てくるっていうのを利用して、あ、これ、2乗だから、あ、2回微分してやればいいやと。2回変微分かな。X で2回変微分してやれば出てくるっていうので、これはもうやっちゃいますね。まあ、ここはだから、まあ、式変形だけなんで、さっき、t でやったのと同じことを X でやってるだけになります。で、ほんで、これ X で変微分すると。ラウンドファイのラウンド X の X で、まず1回変微分しますと、さっきと逆で、t が噛んでる項の方が、ポンと前に、全体がまず前に出てきて、で、E 分の、あ、E の H バー分の I の PX を、もうこれ X だけの関数だから、X で微分するっていう話になります。そうすると、この H バー分の IP っていうのが前に1個出てきて、で、関数の形はそのままなんで、1回微分すると、H バー分の IP が元のファイ、アップサイ、XT にかかっているっていう。X で1回変微分すると、あ、まあ、この赤で囲ったところなんですけど、X で変微分すると、H バブの IP がかかって、xi の XT は不変というのになるんで、あ、同じだ、もう1回やもうろうっ一てい回やるんう、だよね。こうもう1回やればいいですね。それが17枚目になります。で、まあ、ここちょっともう端折っちゃいますけど、一緒なんで、この H バー分の IP がもう1個出てくるので、もういきなり1、2、3行目まで飛んじゃいますけど、これ、i 2乗するから消えちゃってマイナス1になっちゃって、H バー、マイナス H H バーバー2分乗分のの P の2乗 P の二の乗。ψ。そうそう。で、ψxt になっちゃうんで、まとめると、これ X で2回変微分すると、このよくわからないマイナス H バー2乗分の P2 乗がかかって、関数変わらないよっていうものが得られちゃいます。で、ここまで来るともうできたも同然になってくるんですけど、これ、今、あ、もう18枚目に行っちゃいますね。パッと行っちゃいますね。で、このよくわからない式を先ほど t でやった時と同様にですね、やっぱり右辺を e だけにしたいので、今度はこの p の2乗があるから、2m 分の p の2乗っていうのがエネルギー e に
なってたんで、この形に今は無理やり持っていくわけで、うん、両辺に 2m とあの h バー 2m 分の h バーで、まあ、マイナス記号でプラスにしちゃえばいいんで、うん、マイナス 2m 分の h バーを両辺かけちゃいますと、その青で囲った式が、まあ、立ちどころに出てきて、マイナス 2m 分の1バーで、あのラウンド x の2乗ラウンドファイ xt イコール 2m 分の p2 乗のクサイ xt っていう形になります。これだからまあエネルギーですね、2m 分の1バー2乗。さっきの t の時と同じような感じに、この2回微分なんですけど、マイナス 2m 分の1バーのラウンド2のラウンド x2 っていう、この2回微分したやつに変な係数がついてる演算子を作用させると、エネルギーが出現して、2m 分のそのままという、うん、2m 分の p の2乗、そのままっていうのが出てきます。で、うん、この形には作為的にしてるわけなんですね。ただ、うんうん、これを導こうと思ってやってるわけですね。やってるわけですね。はい、うん、でこのエネルギーをな形にして、これをどうやらくっつけれそうだということで、もう最終コーナーですけど、19枚目、はい、であの t を微分して出した式が左側に書いてあります。うん、ih バー の t で変微分したやつが e かけるファイの青臭いの xt。で、 これで最前に出したやつがこの辺のマイナス 2m 分の1バーの x の2回微分が、これがやっぱり 2m 分の p2 乗の臭いなんですけど、ここエネルギーなんで、そうですね、もうイコール E だもんね、これはね、実は一緒なん、一緒だよっていうんで、こう E イコール 2m 分の p の2乗の関係があるんで、この双方の式も、まあ、右辺同士左辺同士って一緒なので、このだから左辺同士も一緒だろうっていう形で、あのドッキングしたやつがこの赤で書かれた式なんですよ。これが、これ求めたかった式です。E プサイ XT っていうのをあの中立として、中立として、そして E イコール 2m 分の p 事情が成立してるもんだから、じゃあそれぞれの辺同士もイコールだろうってことで、そうですね。で、I h バーラウンド D プサイ XT でラウンド DT イコールマイナス 2m 分の、うん、H バー事情で、ラウンド D 事情、プサイ XT で、ラウンド DX 事情、これでいいでしょうか。そうですね、これが、うん、これ多分1枚目に出てた式になっているはずです。うんうんうん、これが今回導出したかった式という形で、一応ですね、こういうシュレディンガー方程式というのはこういう形で出てくる。ですよ。で、だから成り立ちとしても、まあ、答えから抑えにいってるっていう形なんですが、これを踏まえて、うん、あのいろいろあのこれを解いた時の解とかが実測値にどうなんだっていうところから、うん、ちゃんとこの承認を受けて、あ、これ使えそうだねって、うん、なっていくわけですね。はい、で最後ちょっと付け足しっぽい感じで20、はい、で今回まあ導出したこの式、赤で囲ってありますけど、うん、一般的なシュレディンガー方程式っていうのは、その今回ちょっとややこしいんで省いた、うん、あのポテンシャルエネルギーで1のエネルギーの V っていう V ばっかり出てきてちょっとややこしいっていうのもあって省いたんですけど、その青で囲ったやつ、速度じゃないよね、この V ってですね、これポテンちょっとあのユメラジオシリーズではあまり触れてきてなかった、うん、まあ1エネルギーのような、うん、重力とかそういう場があるときに、まあ地球の上だとあの万有引力があって地球に引っ張られてますから、なんかある一定の高さに物を置いていくと、それをポトッと落としたときにバンと仕事をしますから、します、はい、いわゆるポテン彼はポテンシャルがあるねとかいうんで使ったりする、その位置のエネルギーですね、位置エネルギーっていうような雰囲気のものです。まあちょっとくくっちゃうとなんかあの範囲が狭くなったり誤解しちゃったりするかもしれないんですけど、うんうん、まあ、一元的な理解としてはそういうからポテンシャルがあるという実力がこうあるこう位置のエネルギーを持っているというようなものだから、運動エネルギーの項がこの 2m 分の1バーなんたらっていうかつに、この変なやつにそれに、まあ、あのポテンシャルエネルギーの項を足してると、その K 全体のエネルギーという項目になって、それにこの波動関数というものになるであろう、この臭いってやつを作用させたものが一致してるっていうので、あのここの青で囲った式は、まあ、教科書とかに出てるやつです。最初にこれが出てきて、でもなんかこう問題解くときはなんかあのこの問題を解くときはポテンシャルとりあえず考えなくていいからって消えちゃったりとか、あと今日はお話できないんですけど、時間に関する項目を分離しちゃって、その位置に関する
ところだけ取り出してきて解くことが多いんですけど、まあ、実際はね、その もう少し簡単な式に実はなっちゃったりとかして、うん、でそこはあの学部生の時とかは、ああそうなんだとか言って聞き流してたんですけど、あの時間項っていうのをまず入門編ではこれ簡単だから取れちゃうよっていう、さっきのだから複素数のぐるぐる回ってるやつに集約させてピッて取っちゃうと、あの X の関数のところの微分方程式だけ解いて関数の形を見て、で後で複素数の項目をガンとくっつけてやると波動関数が出るっていう、うんうん、なんかねそういうあの一つの流れもあるんですよね、うん、だからこの緯度型ポテンシャルとかっていうのもなんか見てると出てきますよね。そうですね、うんうん、そこでこれ付け出しなんですけども、うん、その一次元の緯度型ポテンシャルに閉じ込められた粒子とかの問題も だいたい最初に解いたりというか先生が授業で扱ったりするんですけど、うん、それはまあ具体的には本当にもう乗り越えられない無限大の深さの緯度の中に粒子が閉じ込められているというちょっと嫌な状況なんです。そうするともうトンネル効果もない状態で、エネルギー無限大なんで絶対超えられ、あれ有限のエネルギーだとトンネル効果で染み出すんですけど、あの問題としてはすごい考えやすくて、その閉じ込む拘束された粒子っていうのが飛び飛びのエネルギー順位を取り得るっていうのが、まあ、あの算術的に簡単にかな、簡単にと言っていいかあれですけど、うん、あの基本的な微分方程式を解くことによって、出てきて、ああなるほど、こういう数学的裏付けで言ってるのかと。でそれで実際にその質量とかあのエネルギー値、まあ、波形波長とかですね、そういうものを入れてやると、でモデルをもっと精密にしてやると、あ合ってくるなっていうところでこれを整備されて、あのこの式は いけるねっていうので、まあ、承認されて、うん、もう100年後の我々もちゃんと習って、もう全然この適用できる範囲に関しては全く揺るぎなく使われているものってなってるわけですけど、あの組み立てとしてはこういう感じでおそらくやっていたのではないかというんですね。だから結局シュレーディンガー方程式って難しそうに見えても、今日 あのお話の、まあ、途中からまあ代入したりあと変形したりしながら要するに導き出していったそういう過程でしたね、まあ、言えば。だからそのテクニックのところをきっちりあともう一回復習したら、シュレーディンガー方程式も実はあの何を言っているかっていうのがぼやーっとこう分かってくるような気もします。そうですね、うんうん、だからこれはまずだから組み上げる方で この物理現象からこういうふうに組み上げましたよと。でこの解がどういう意味を持つかっていうのは、うんあのうん、エムラジオシリーズでもされてましたけど、うん、その確率の話とか、うん、それはその次の問題として立ちはだかってくるわけなんですけど、今日は導出しただけだから要するにテクニックの話だけだったので、そうですね、じゃあ一体これ何の意味なわけとかっていう話は今日はちょっとできないんですけど、できないですけれども、ちょっとまあその辺それまたやりましょうよ、やりましょう。そうするとなんかちょっと一段落してですね、あだからその100年前にこういうのを考えてて、そうか、量子論っていうのはこういう組み立てになってて、こういう数学を使ってこういう形で出てきたっていうのは、まあちょっとそうつかめると、なんかそれ自体は役に立たないかもしれないけど、その思考過程とか先人のあれとかですね、あのこういう道具立てをこういうふうに使うっていうのをたどるのは、まあちょっと面白いのかなとかは個人的に思ったりいたしますね、はい。あと時間とか場所っていうのをやっぱりきっちり項目として分けながら、うん、あのね、片っぽだけをその微分するとかっていう、うん、こういうのはなんかもうそれこそもう苦悩の後ですよね。あの今、うん、紛争ですかって聞くのは簡単だけどこれ実際にこれを作り出すのはやっぱシュレディンガーさん大変やったよな。で、うん、その測定値とかと合わせなきゃいけないですからね、うんうんうん、でそれとよくわからない、その虚数を導入するってあたりもあれ我々だから今全部知ってるから受けれるけど、うん、何やってんだっていうことにおそらく多分なってたと思うので、うんうん、その辺はあなかなか大変なのかなっていう、うんうん、気はいたしますね。この世界にもっと慣れたらその虚数をかませる意味とかそういうのもなんか分かってくるような気がして、うん、何回か今回のレクチャーも、聞き直そうかなっていう気が今しています。すいません、なんか、ねうん、変なこと言ってるかもしれないので、またその、うん、訂正をしていただいたりとかしてですね、うん、はい、うん、その、うん、やっていけたらなとは思います。はい、高橋さん、今日はあのシュレーディンガー方程式の導出という、もう、あの、とりあえず取り組んでみたということで、
あと、ここから言えることは何か、でもこの同質が一旦終わってるので、これを復習さえしておけば、じゃあここから何が言えるわけという、それに立ち向かえることはできるので、今回の意義は大きかったかなって思っております。はい、どうもありがとうございました。はい、高橋さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。